ね。テストの点数ならそうそう負けないわよ。ふぅ、疲れた。今週末のハロウィンライブまで残りあと少し。最後までしっかりと練習を頑張らないとね。ただここ数日はみんなの集まりが悪いからちょっと心配ね。今日もニコ一人だったし。と、今日はこの後大事な用があるんだったわ。あ、小鳥じゃない。今日は休みだって言ってなかった？あ、ニコちゃん。うん、そのつもりだったんだけど。ちょっとね、そういえば見たわよ、今度のライブ衣装。いい感じに可愛くてとっても素敵だったわ。喜んでもらえてよかった。ハロウィンって言ってもいろんなイメージがあるからまとめるのにちょっと時間がかかっちゃったよ。でもこだわっただけのものにはなってたと思うわよ。さて、ニコはもう帰るけど一緒に出る？私はこの後ちょっと寄りたいところがあるから。せっかく誘ってくれたのにごめんね。別に謝らなくてもいいわよ。じゃあ私はそろそろ行くね。またね。またね。って、もう出て行っちゃった。よっぽど急いでたのね。ふぅ、ハロウィンのお菓子の材料はこんなものかしら。小麦粉にベーキングパウダー、ドライフルーツにチョコレート、そしてこのクッキー型。ハロウィン用に特注で作ってもらったものだけど、なかなかいい感じになったじゃない。これならココアたちも喜んでくれそうね。とはいえ当日はライブが入ってるから渡し方を考えないとだけど。お、うん、やっぱりどれもこれもありきたりでいいのが見つからないよ。うわ、どうしよう。おとり、また会ったわね。こんなところでどうしたの？ニコちゃん、どうしてこんなところに？が先に質問してるんじゃないの。あれ、その背中に隠したものは何？これはその、もうそんなに怯えなくてもいいわよ。見られたくないものだったら無理に見せろなんて言ったりしないわ。ただあんたがちょっと悩んでるように見えたからね。もし困ったことがあるならいつでも相談しなさいよ。それじゃ、ニコはもう行くから。あの、ニコちゃん、もしよかったら、みんなには内緒で話を聞いてもらってもいい？みんなには内緒で？まあ、いいけど。どういう話？ライブの前日にサプライズパーティー？うん、今年のハロウィンはライブの日と重なっちゃったからみんなでパーティーができないでしょ。もちろん私たちにとってライブは大切なことだからそれは仕方ないって思ってたんだけど、この前ほのかちゃんが言ってたんだ。今年はハロウィンパーティーができなくて残念だねって。まあ確かにね。ニコの家もとりあえずココアたちにクッキーとかの焼き菓子を作って置いてくるだけになっちゃうかもしれないわ。だよね。エリちゃんたちも同じような予定になりそうって言ってたし、せっかくのハロウィンなのにパーティーがないのは寂しいでしょ。だから前日の全体練習の後にライブに向けて頑張ろうって意味も込めたミニパーティーができないかなって思ったんだ。その気持ちはよくわかるし、小鳥の気遣いも嬉しいけど、だったらなんでニコたちにも相談しなかったの？パーティーをやろうって声をかけてくれれば、忙しくてもそのための時間くらいは作って別だったのに。もちろん最初はそうしようかなって思ってたんだけど、どうせだったらみんなの驚く顔が見たくなっちゃって。ハロウィンはサプライズがあった方が盛り上がるでしょ。だから内緒でケーキとかを用意したらみんなも喜んでくれる。
鳥の言う通り、サプライズがあるとハロウィン気分を楽しめていいと思うわ。でもだったらさっきは何を悩んでたのよ。実はそのパーティー用のケーキを作ろうと考えてたんだけど、どんなデザインにしようかで迷ってて、これだって思えるものを探してケーキ屋さんや本屋さんを見て回ったんだけど、なかなかいいのが見つからなかったんだ。あんたってそういうところこだわりそうだもんね。なるほど、ありきたりのデザインじゃ納得いかないってわけね。うん、今度のライブ衣装は魔女さんとジャック・オ・ランタンの宴をイメージしたものだから、ケーキもそういうデザインにできたらなって。あ、ごめんね、たくさんお話を聞いてもらっちゃって。ところでニコちゃんは何の買い物をしに来たの？おう、オーダーしてたクッキー型を受け取りに来たのよ。安いのにいろいろと要望に合わせて作ってくれるお店を見つけてね。ほら、うわー、かわいい。これ魔女さんだよね。それにジャック・オ・ランタンもいろんなポーズがあってとっても素敵だよ。トクンでしょ。妹たちには当日お留守番をしてもらうわけだから、せめていろんな形のクッキーで楽しんでもらおうと思ったのよ。喜んでくれると思うよ。さすがニコちゃん、ココアちゃんたちのことをしっかり考えてあげるなんて優しいね。そんなことないわよ。ニコはただいつも通りのことをしてるだけなんだから。照れなくてもいいのに。そうだね、ニコちゃん、もしよかったらケーキを作るときこれを貸してもらってもいい？クッキー型を？別に構わないけど、何かいいアイデアでも浮かんだの？それはね、よし、こんな感じかしら。みんなで食べるクッキーはちゃんと焼き上がったから、あとはケーキだけよ。ありがとう、ニコちゃん。それじゃあニコちゃんから借りたクッキー型で作ったチョココーキングクッキーをのっけっけ。あ、いいじゃない。ジャック・オー・ランタンと魔女が立体的だから、飛び出す絵本みたいで可愛いわ。本当によかった。ニコちゃんのクッキー型がすっごく可愛かったから、こうしたら素敵かもってピンときたんだよ。さすが小鳥、いいアイディアじゃない。このケーキを完成できたのはニコちゃんに相談したおかげだよ。一人だけだったらあのままずっと悩んでたかもしれないから。まあ役に立てたのなら何よりだわ。これからも何か困った時はいつでもニコに声をかけなさいよね。